こんばんは。はい。今日は、2021年10月9日、土曜日です。今夜も YouTube で無料占い受け付けてます。占いしたい人は、お電話、Discord、Skyphone、LINE、Signal、Viber、WhatsApp、Skype、インスタグラムは飛ばして、セカンドライフ。で、音声通話で呼び出してください。チャットで占いたい人は、セカンドライフの方に来てください。はい。今、またインスタグラム飛ばしたけど、どうも、私のスマートフォンのアプリが調子悪いだけなのか、インスタグラム、インスタグラム全体、サーバーの調子が悪いのはどうなのか知らないけど、もう数日ずっとインスタグラム使えない状態です。スマートフォンのアプリは使えません。パソコンの方のね、ブラウザ版とか、Windows アプリとかでは一応インスタグラムは使えるので、アカウントが停止されたとかそういうことじゃないと思ったけど、なぜか、スマートフォン版のインスタグラムは使えません。もしかしてインスタグラムって古いアンドロイドには対応してないとかそういうことなのかな。その可能性あるな。私の使ってるスマートフォンは ASUS でいいのかな。 ASUS の Zenfone 2 Razer っていうスマートフォンで、OS が Android 6なんだよね。で、Android 6はもう対応が打ち切られてるアプリがちょこちょこ出始めているので、Instagram ももしかしたら対応してないのかなとか思ってんだけど、なんか検索してみてあんまり Instagram で不具合出てるって聞かないのでね、まあ、2、3日前になんか Instagram と Facebook で大規模な障害が出たというニュースは見かけたけど、でも、未だに続いてる、まあずっと使えないっていう人は、聞かないのでね、私だけじゃないかなとか思ってるんだけど。なので、インスタグラムでは通話はできません。いや、パソコン版のアプリとかは、通話できないからね。で、今日は、ちょっと、また口のが乾いてきてるので、あ、お茶もあと一杯分ぐらいしかない。あ、マジで終わりだ。今入れたのは、っていうか今朝入れたんだけど、麦茶。今年の夏最後の麦茶。麦茶のティーバッグ。使い切りました。50袋入りとか、50袋、50包、50包入りとかの、60包入りとかの、お得用のね、ティーバッグの、ティーバッグ、またよくわかんなくなってるけど、麦茶を、今年の春ぐらいに多分買ってきて、それをちょこちょこ使い続けて、今日使い切ったということです。だから2ヶ月ぐらい持つやつだけど、他のお茶とも併用してるからね。ルイボスティーとか、ドクダミ茶とか、ナタマミ茶とか。まあ、麦茶、あんま美味しくないっていうか安物だからね。150円ぐらいで売ってる超安物、一番安いやつなら多分美味しくないのかもしれないけど、いつもあんま美味しくないなと思いつつも、お湯をそのまま飲むよりは、白湯を飲むよりはマシかなと思って、麦茶にして飲んでたんだけど、多分入れ方もあんままず、うまくなかったのかもしれないね。一応、その、麦茶の
ティーバッグのね、説明には、1リットルぐらいのお湯を沸かして、そこにティーバッグを入れて、5分間ぐらい煮出してくださいと。5分間煮出して、その後、容器に移し替えて、まあ、容器ってのは私の場合、このね、保温ポットだけどね、まあ、保温瓶、に移し替えて、1時間ぐらい放置してからティーバッグを取り出してくださいって書いてあるね。だからその通りに作ってみるんだけど、その通りにあってもあんま美味しくならないのよね。麦茶の作り方いろいろ、ね、ネット検索してみると紹介されてるから、いろいろ試してみるんだけど、どうやっても美味しくならないね。例えば、煮出しをせずに、このポットの中にね、最初に少し少量のお湯入れといて、そこにティーバッグ置いて、1分間ぐらい蒸した後に、蒸すって意味わかんないけど、少し浸してね、お湯を吸収させてから、さらにお湯を継ぎ足すような形で、1リットル入れて、それを1時間ぐらい放置してから取り出すとかね。なんかそういういろんなやり方。で、煮出す時間も、説明には5分って書いてあるのを1分にしたりね。2分にしたり3分にしたり、その時間を変えてみたり。ね。いろいろやってみたんだけど、なかなか美味しくならないんだよね。で、どうしたもんかなと思って、最終的に最後の一杯っていうか最後の一袋で、たどり着いた私の結論。まだ結論には至ってないんだけど、一応今日入れた麦茶は美味しいなと思うんだけど、うん、割と美味しく出来上がったんだよね。入れ方の問題かはちょっとわかんないけど、まず入れ方は、とりあえず濃くする。で、私いろいろその煮出す時間を変えたりしたのは、長時間煮出してしまうと、麦茶の風味が飛んでしまうから、美味しくなくなっちゃうんじゃないかなと思ってね。だから5分って書いたのを短くしてみたりとか、あるいは煮出しをせずに、直接この中に放り込んで、お湯出しをするみたいね。そういうのやってみたんだけど、なかなか美味しくならないし、風味も大して変わらないんだよね。風味が良くなる、悪くなるってわけでもなく、大して変わらない。で、じゃあ逆に煮出す時間を5分より長くしてみようと思って、今回10分ぐらい煮出したんだよね。で、10分煮出してさらにもっと濃くしてやろうと思って、煮出した後にこのポットに移して、通常は1時間放置するのを2時間ぐらい放置した。まあ実際は1時間のつもりだったんだけど、取り出すのが忘れてて2時間後に。うっかり忘れてて2時間後に取り出したんだけど、まあそんな感じ、通常の2倍の時間だよね。煮出す時間も2倍、放置する時間も2倍で、理論的にはかなり濃くなっているはずです。成分は濃く抽出された麦茶ってことになるよね。煮出す時間が長いってことは、風味は逆に飛んじゃってるはずだけど、ね、実際はどうだったかっていうと、まあ、風味が飛んだかどうかは分からない。元から風味はほとんどないような麦茶だからね、そうだから。で、味は少し濃くなったかな。少しね、多少、今まであんま美味しいなと感じなかったのは、多少美味しく感じるかなぐらいな程度には美味しくなったので、要は安物の麦茶は少し長めにね、濃いめに煮出しをするようにした方が美味しくなるんじゃないかなっていうのは最終的に最後の一つでたどり着いた結論です。で、今からもうね、麦茶を新しいの買いに行こうとは思わないので、もう季節じゃないからね。今から買いに行って、まあ今、この季節はちょうど今だったらね、今あと1週間か2週間ぐらいだったら、まだ麦茶飲めるかなって思うけど、もう少ししたら寒くなってくるから、寒くなってきたらちょっと麦茶はきついかなって思うので、もう麦茶買いに行くのやめて、違うお茶に変えようかなって言うんだよね。で、まあ今日は最後の、今、本当にもう最後の一滴まで、最後の一滴まで飲み切って終わるところです。これが最後の一杯。だから今日昼頃入れたお茶だから、昼過ぎか。お昼3時、
3時前後に入れたお茶。だから今時間で言うと、16、17、18、19、20、21、22、23、24。9時間。約10時間。10時間経ってまだ暖かい状態でね。ギリギリの暖かい状態で飲めるお茶なんだけど。麦茶はね、放置する時間が長ければ長いほどまずくなるんだよね。入れたてが一番美味しいんだけど、やっぱりホットの状態でね、放置しとくとどんどんまずくなっていくんだよね。麦茶は一番傷みやすいお茶なので。うん、だけど、意外と、今回はまずくならずに、うん、最後の最後にギリギリ10時間ぐらいまでなら美味しく飲めるんじゃないかなと思います。そんなまずくはなってない。まあ、濃いめに入れたせいかもしれないね。薄めだと、どんどんまずくなって、ね、まずいっていうのは強くなっちゃうかもしれないけど、濃いめに入れたら、旨味成分はギリギリ残ってるみたいな。そんな感じかもしれないけどね。で、麦茶、今私ホットで飲んでるって言ったけどね。あったかいまま飲む人あんまいないよね、麦茶ね。夏、暑い時期にね。夏の季節、この季節飲む、ね、お茶だけど、ホットで飲んでるって人あんまいないと思うけどね、麦茶はね。ほとんどの人は麦茶を冷やして飲んでる。なんで冷やすかって言ったら、要は傷みやすいからだよね。あったかいまま放置しとくと、どん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 傷んでね、まずくなってくるので、早めに冷やしちゃうと、ね、まずくならずに、美味しいままのね、鮮度を保った状態で飲めるので、まあ、それで、麦茶っていうのは基本的には冷やして飲んだ方が、美味しく飲めるお茶だと。そういうことだよね。入れたては美味しい。あったかいのでは冷たいね。その入れたての美味しさを保つためには冷やすしかないと。ね、冷やして、最初は粗熱を取った後で冷蔵庫に入れて冷やして、飲むときはさらに氷を入れて飲むとかね。そういう風にして飲まないと美味しく飲めないお茶なんだよね。それを分かっていて私はホットで飲んでるんだけどね。お腹が弱いので。お腹が弱いので、冷たいのを飲むとお腹壊しちゃうし、で、放置して、ね、傷んできた雑菌が繁殖した衛生的に良くない麦茶を飲むとまたさらにお腹を壊す可能性があるので、そういうリスクも負ってるわけだけどね。難しいとこです。じゃあ今日はちょっと一つ実験をちょっと実験的なことをちょっとやろうと思ってます。まあ大したことじゃないけど。まず実験というかね、今、私のサイトでは、スカイコールポイントツアー占いっていうのをやってます。ちょ画面切り替えると、これは私のホームページだけどね、今宣伝してるけど、スカイコールポイントツアー占い。スカイコールっていうアプリを使うとね、スカイコールちょっとこのページ開いてみると、こういうサイトなんでね、スキルシェア通アプリとか言って、なんか変な名前に呼び方に変わってるけど、いや、ポイント通アアプリなんでね、本当はね、スカイコールっていうアプリ。ポイントを消費して通話ができる有料通話アプリだよね。要は有料通話をするためのアプリ。それはスカイコールっていうアプリなんだけど、これで、まあ、簡単に言えば電話占いができるってことなんだけど、普通の電話占いとかだと、だいたい1分100円ぐらいだったりするわけね。100円以上だよね。1分100円とか200円とか300円とかね。だいたい100円が最低レベルだよね。だけど、このスカイコールポイント通話占い。まあ私のところの設定だけど、1分単位の時間制で、1
1分11円っていう料金でやってます。通常の10分の1だよね。約10分の1。うん、だから、1時間話せば660円。で、2000円で約3時間の通話ができる。それぐらいの料金設定です。要はこれ、このスカイコールで設定できる最低の金額なんだよね。だまあ、ポイント単位で設定するんだけど、最低が10ポイント。1ポイント単位で設定できないからね。10ポイント、20ポイントみたいな、そういう設定しかできないから。一番低い金額で10ポイントっていう設定をして、有料の占いやってます。なので、実はこれね、有料とはいえ、ほぼ無料に近い。いや、電話料金って考えたらね、携帯電話の料金だって今、30秒でいくらか。30秒で10円じゃない。30秒で20円ぐらいだったっけ？携帯電話って。電話でね、通話するよりも安い料金だよね、普通にね。うん、まあ、普通、固定電話とかだと、3分10円、3分8円ぐらいか。3分10円ぐらいか。消費税合わせて。3分10円ぐらいなら、それに比べればちょっと高いけど、まあ、当然、占いっていう付加価値があるっていう考え方でもいいけど、まあ、基本的にはほぼ無料に近い料金設定にしてあると、そう思ってもらってもいいです。要はもう本当に、私がお金を稼ぐためっていうよりは、できるだけね、もう、金銭的負担をかけないで、占いの相談ができる手段として、このポイント通話占いを使わせてもらってます。なので、お金がかかるから、相談しづらいって考えるんじゃなくて、わずか11円だと思ってください。1分11円ね。1時間で660円だと思ってください。ね。まあ、1枚占いとかだったら1時間ぐらいで終わると思うので、まあそう考えればね、660円。ワンコイン、約ワンコインだよね。ワンコインちょいか。ね。で、みっちり占えば2000円ぐらいでね、3時間話せるので。まあそういう考え方でいいと思うけど。決して高くはないので、初めての、私のところに来てね、初めて相談する人にもおすすめの占いの手段の一つと考えてもらってもいい。このスカイコールポイントツアー今おすすめしてるんだけど、まあ、ね、まあ今日はその実験をします。で、今10ポイントが最低って言ったけど、実は0ポイントもできるんだよね。無料通話もできるので、通常はもう常時0円で設定しています。0ポイント、0円でね。で、占いの依頼を受けてから料金設定をして、有料になるっていう設定なので、お問い合わせとか実は無料でできます。で、まあ実際スカイコールで通話するとどんな感じなのかなっていうのをね、今から実験してみたいと思います。そういうお話です。前置きはちょっと長くなったけど。まず、スカイコールの通話を受けるのは、さっきも言ったけど、このスマートフォンね。ASUS のスマートフォン。めちゃめちゃ古いやつね。OS が Android 6とかいうやつで、もうサポートが切れ始めてるやばいやつですけど。で、性能が悪いので、いろいろ不具合も出て、ちょっと使いづらくなってきてるけどね。ここにインストールしてある、スカイコールのアプリで通話を受けます。なので、これで、今通話を受けられるように、ちょっと準備をしますよ。ここで、今パソコンにつないで、これもうつないだので、通話できるようになりました。で、スカイコールはスマートフォン用のアプリしかないからね。もう一台スマホがあります、これ。これは楽天ミニね。楽天のちっちゃいスマートフォンです。ここにも
スカイコールをインストールしてあるので、ここからかけます。まず普通にかけてみるか。そうだね。で、何度か、要は自分で2つスマートフォンがあるからね、こうやってね。自分で実験はしてるんだけど、ちゃんとつながるかなってね。意外とつながらないことが多いんだよね。だから、もしかしたら、スカイコールで今まで何度か依頼してみようと思った人いるかもしれないけど、つながらなかったことが結構あったと思う。私が自分でやっても、かなりの確率でつながらないんだよね。ちゃんと待ち受けしてるのに、なんか、つながらないよね。まあ多分、スカイコールのアプリの不具合か、このスマートフォンが古すぎて、うまく受けられなくなってるのかよくわかんないけどね。プッシュ通知みたいなの。とりあえず今かかるかとかかけてみますよ。アプリを起動して。あれ？アプリね。まあ画面見てもわかんないよね。アプリの通話の。あ、ちなみにスカイコールは、ここにスカイフォンってあるけどね。スカイフォン。お電話、ディスコード、スカイフォンってここに書いてあるけど、このスカイフォンを作ってるとこと同じメーカー、メーカーっていうのが業者、なんだかよくわかんないけど、そういう企業ね、会社が作ってるアプリです。通話の仕組みとか全部一緒で、スカイフォンは無料で、スカイコールは有料のポイント通話アプリっていうことだよね。まあ実はスカイフォンも以前は、有料通話、ポイント通話できたんだよね。ただその機能が廃止されて、そうだよね、確か。それで新しく別のアプリとしてスカイコールっていうアプリができたので、要はスカイフォンにあったポイント通話機能を切り離して別のアプリにしたのがスカイコールっていうアプリなんだよね。で、そのスカイコールは、ただ、まずインストールします。で、別にそのアカウント登録とかする必要はないんだけど、インストールするだけですぐ通話ができるようになります。で、さっきのページ、ここのスカイコールポイント通話占いの説明のページ見てもらえれば、わかるけど、ここにスカイコール番号って書いてあるね。0761-2471って書いてあるね。これがスカイコール番号。私の番号なので、スカイコールのアプリで、こうやってね、番号を入力して、通話のボタンを押すとつながります。なので、今このスカイコールのアプリも、インストールしただけの状態だと思ってください。特にアカウント登録とか何もしてなくても通話できます。通話ボタンを押してみますよ。押しました。押してない。通話ボタンを押して、さらに、そうか、ここで戸惑うっていうか、例えばここにキーパッドがあるんだけどね、キーパッドに今の番号、普通に入力して、その後どうなんだろう。まあ、いいや。ポイント2は発信確認画面みたいな、そういうページに多分、行くと思うので、ここで1分あたり0ポイントを使用しますって書いてあります。多分通話を発信する前に確認するんだよね、料金をね。1分あたり10円とか、10ポイントとか、ね、100ポイントとか、そういうのを多分ここに表示されるんだけど、それを確認して、ね、お金がどれぐらいかかるのかって確認してから、この下の方に青いボタンね、発信ってボタンを押すと通話ができると思います。今は私0に設定してるので、これで通話してもお金はかかりません。発信ボタンを押します。押しました。そしたらかかってきますね。ちょっと今マイクはオフにしてあるけど、で、今つながってる状態、スカイコールでね。これでどうすればいいかな。
いろいろ音が混ざるとややこしいので、とりあえず今、ライブ配信に入力している音声はこのマイクね。このヘッドセットのマイクから音声を入力しているので、このマイクは切って、この通話の音声をちょっと入れてみます。聞こえてくるかどうかわかんないけど。もしもーし。これで聞こえてる？ライブ配信の音が入ってるかわかんない。入ってるよね、多分。聞こえてるのかな？視聴者には。一応音量のレベルメーターはこうやって動いてるから、配信はされてると思うんだけど、どうなの？もし聞こえてたら聞こえてるとかチャットに一言書いてもらえると助かりますが。私の喋ってる音声は自分のパソコンには聞こえてきてないので聞こえないようにしてあるのね。もしかしたら聞こえてないかもしれませんが、どうなの？どうなんだろう？聞こえてないかな？どうですか？聞こえてましたか？聞こえてなかった？リアクションがないとちょっとわかんないけど、まあいいや、聞こえてるという前提でもう一回ちょっとこっちに戻して喋ってみますよ。はい。今はこのスカイコールのアプリで喋ってる音声です。で、今モニターしてないのでちょっとよくわからないんだけど、このスカイコール、音質はそんなに悪くはないはずです。綺麗な音質。もしかしたらこのヘッドセットのマイクよりも綺麗な、綺麗かどうかわかんないけど、高音質な音質で通話ができているんじゃないかなと思うんだけど、問題は音が途切れやすいんだよね。今通話しててちゃんと途切れずにできてるかどうかわかんないけど、結構途切れるんだよね、音がね。その辺がちょっと使いづらいところかなと思うんだけどね。で、この、今実験するって言ったのは、今こうやって普通に話してるけど、この楽天ミニってめちゃめちゃちっちゃいスマートフォンだからね、口元からちょっと遠いんだけどね。まあ一応マイクが、下の方にある、この辺にマイクがついてるからね。このマイクに向かってこうやって喋れば、音をよく拾ってくれるはずだけどね。で、このスマートフォンで、だいたい2箇所とか3箇所ぐらいマイクがついてて、まずここに1箇所。で、このスマートフォンはここに上の方に1箇所ついてるんだよね。で、一般的にはこの上の方についてるマイクっていうのは、ノイズキャンセルのためのマイクで、音声を入力するためのマイクではないみたいなことは説明で書いてあるけど、これをスピーカーの方に切り替えると、こっちから音声が入力されたりするみたいなんでね。ちなみに、上の方で喋っても一切音は入ってこないよね。ね、マイクがこっちについてるってことだよね。でこれを今度スピーカーフォン。これスピーカーってあるからね。スピーカーフォンに切り替えてみます。スピーカーフォンじゃこうやって耳につけなくても相手の音声もスピーカーから聞こえてくるってやつだよね。そもそもスピーカー自体はこの下の方についてるから、音が出てくるところとマイクが一緒だと、なんていうの？音はループしちゃって、あまりよろしくない状態になるわけだね。それを避けるためにおそらくこっち側のマイクを使うんだと思うけどね。ちょっと実験してみる。はい、今、スピーカーフォンに切り替えたけど、どっから音を入力してるかよくわかりません。下の方のマイク向かって喋ってみる。
下の方のマイクからも音は拾ってるのかな。今度は上の方のマイクからもちゃんと音は拾ってるみたいだよね。さっきこっちからは一切音が入ってこなかったのに、どっちからでも音が入るみたいな、そんな感じかな。スピーカーフォンにすると上からも、音が入力されるみたいな、そんな感じだよね。今は普通に、普通のマイク入力に変わったけどね。で、もう一つ実験。これがおすすめの機能なんだけど、このスカイコールとかスカイホンには、ノイズキャンセルっていう機能がついてるんでね。この画面に、ノイズキャンセルっていうボタンがあるけど、それを押すと、有効無効切り替えられるけどね。通話を開始した時点で実はノイズキャンセルは有効になってます。で、ノイズキャンセルが有効になってると、入力する音声が、音声がどうなの？音声が少し小さくなっちゃうので、聞き取りづらくなったりする可能性があります。本当はノイズキャンセルすると聞き取りやすくなるはずなんだけどね。音量がちょっと小さくなったりとか、逆に音が途切れやすくなって聞き取りづらくなることもあるので、基本的にはこのノイズキャンセルを無効にした方が聞き取りやすくなる可能性が高いと思います。なので、今からノイズキャンセルを無効にしてみます。はい、今はノイズキャンセルを無効にした状態です。さっきよりもノイズはいろいろ入ってるかもしれない。扇風機も回ってるので、もしかしたら扇風機のノイズとかも入ってきてるかもしれないけど、声質が若干変わっているか、あるいは変わらないかもしれないけど、全体的に音量は少し大きくな、微妙にね、大きくなって聞き取りやすくなってるんじゃないかなと思います。ここでまたスピーカーフォンに切り替えてみます。はい、今スピーカーフォンに切り替えました。この状態で喋ってても、ただ遠いだけだ、ね、マイクに近づけて、あんま変わんないか。スピーカーフォンにしてもあんま変わんない。普通のこの状態でノイズキャンセルを無効にした状態が一番聞き取りやすいんじゃないの？音量的には一番大きくなって見えるので。なので、スカイコールで通話するときには最初にノイズキャンセルを無効にしてから通話を、無効にしてからね、お話を始めた方がいいかもしれない。はい、そんな感じです。で、さらに、まあ、この状態で喋ってると腕が疲れてくるので、長時間ね。で、まあ、占いする私の方だとね、こう両手が使えないとカードをめくることができなかったりするから、ハンズフリーで通話したいわけだよね。で、まあ、スマートフォンに、まあ、ハンズフリーってさっきのスピーカーフォンみたいな形にしてもいいし、イヤホンとかね、接続したりするわけだよね。なので、イヤホンちょっと接続してみます。マイクこれか。今度はこのイヤホンについてる、このちっちゃなマイクね。
ここで喋ってることになるんだけど、今度入力音声多分ちっちゃくなってるよね。少し小さくなって、要はマイクの性能にもよるけど、感度が良くないとよく音を拾ってくれなくなっちゃうんだよね。なのでちょっとこのマイクの穴に直接向かって、できるだけ口元に近づければ音をよく拾うんだけど、このイヤホンマイクとか使う時の注意点、やっぱりマイクが口元から離れると聞き取りづらくなるから、できるだけ近づけないとね、相手に声が届かなかったりするんだよね。普通にこうやって耳にぶら下げるような状態で、こうやってぶら下げると大体この辺の位置に来ると思うけど、この位置だとあんまり声拾わないよね。聞き取りづらいと思うけど、ね、すごく聞き取りづらいと思うけどね。イヤホンマイクはこう、ね、両手使えるようになるんだけど、ちょっと声が届きにくくなるので、ものをちょっと選ばないといけないかもしれない、ね、これはちょっとまあ、使い便利だけども、ね、相手の声は聞き取りやすくなるけどね、ちょっと、いいのを選んだ方がいいんじゃない？これで、戻ったね。これまた通話。通話中に外し、つけたり外したりしても、通話が切れることなく、ね、続けることはできます。で、今度は、今のは、この有線のイヤホンマイクだけどね、今度は Bluetooth を接続してできるのかどうかも分かんないけど、それも実験としてやってみます。まず Bluetooth を有効にして、こっちのマイクまだ有効になってないみたい。じゃあ一旦この通話を切って、これにちゃんとつながるようにやってみます。はい、今喋ってましたが、ちゃんと聞こえてましたか？一応私の配信用のソフトの画面ではレベルメーター動いてたから、音声は配信されてたはずだけど、視聴者には声が届いていたかどうかはちょっと私にはわかりませんが、聞こえてましたか？今、通話中にこの Bluetooth を接続してみたけど、マイクが有効にならなかったので、もう一度接続し直してみるけどね。これでうまくいくのかどうか。このスカイコールは Bluetooth との相性が悪いので、使えないときは使えません。Bluetooth 便利だけど、ね、使えなかったら諦めてください。とりあえず通話をしています。これで繋がったはずだけど、はい、どっちのマイクが有効になってるのかよくわかんないけど、一応音声入ってるよね。スマートフォンを離してこっちで喋ってみるよ。あ、入ってるね。今入力してる音声は、この Bluetooth の、このレシーバーに内蔵されてるマイクで喋ってる音声だと思います。こっちを、これを離して、スマートフォンに向かって喋ってみるよ。
こういう子になってるのかな。あ。どこのマイクが有効になってるかわかんないけど、音は入ってるみたいなので、多分、マイクは、このマイクで音を拾ってると思うけど、Bluetooth のマイクは、マイクっていうかね、Bluetooth の通話音声は、さっきスマートフォンで直接喋ってた時よりは、少し音質が劣ると思うけどね。まあ、そこそこ綺麗な音質で喋れると思います。より途切れやすくなってんじゃないかなと思います。途切れ途切れで。まあ、これでも、さっきの、直接、あ、もしかしてこれ？あ。このマイク？どこがいいの？あ。どっから音を拾ってるのかよくわかんない。これじゃないよね。どこから音を拾ってるのかさっぱりわからないじゃん。これを話して。あ。このマイクでも。ちゃんと音入ってるよね。あ。こっからも多少入ってるよ。あ。入ってるよね。音入ってる。謎だ。どこから音入ってんの？スマートフォン。スマートフォン本体はあまり音入ってない。ちっちゃくなんか入ってるっぽいけど、やっぱりこのマイク、イヤホンマイクか、こっちの内蔵マイクかどっちかだよ。あ。どっちか、どこから音が入ってるのかよくわかんないんだけど、ちょっと、これ、イヤホンついてるマイクなので、ちょっと混乱するので、ついてないやつにちょっと取り替えてみましょう。あ。はい。今度は、普通のイヤホンのみ、マイクのついてない、イヤホンのみの、イヤホンね。イヤホン。で、接続したので、当然、音声はこっからしか入ってないはずです。スマートフォンからの入力はあんまり入ってないので、間違いなくこの Bluetooth のレシーバー自体のマイクで入力してるはずです。まあ、当然だけど。これは今接続してないけども、イヤホンのついたイヤホンマイクだよね。このマイクに向かって喋っても聞こえるわけない。あ。そういうことです。ね。なんか謎なんだけど、どうもこの Bluetooth のレシーバーは、イヤホンマイクを接続すると、ここと両方で音を入力するみたいな、そういう仕組みなのかね。なんか、私も未だに理解できてないんだけど。まあこんな感じです。なので、これでもまあ通話には支障はない、で、ノイズキャンセル今有効になってるので無効にしてみよう。はい、ノイズキャンセルを無効にして、さらにこの方が聞き取りやすくなったんじゃないかなと思います。なので、Bluetooth の
ヘッドセットとかね、最近の Bluetooth のイヤホン、ワイヤレスのイヤホンね、ワイヤレスイヤホンとか言って、そういうの流行ってるけどね、そういうのでも通話できるので、でそういうのに通話する場合は、だいたいこんな感じの音質、通話になると思うね。まあ、そういう通話の仕方も悪くはないと思います。これはたまたまちょっとね、レシーバー、オーディオレシーバーっていう特殊な機械だけどね。これも口元に近づけないとうまく音声拾ってくれなかったりするけど、普通はこんな風に持って喋ったりしないからね。こんな感じで、まあ、これどっかにクリップでつけたりするわけね。これでも十分聞こえるかな。この状態で、通話、相手の音声はこのイヤホンでね、こうやって聞きながら、ね、音声をここで入力するみたいな、そういうことだよね。このような両手が使えるので、占いするとき、まあ、私がこうやってやるわけじゃないけどね、私はこっちのスマートフォンで、別のスマートフォンで普通にヘッドセットに接続して喋るわけだけどね。まあ、相談する人もやっぱこれ両手を使えたら、これずっと持ってるとやっぱ疲れるよね。1時間とか2時間とか3時間とか、そんな長時間喋ってると疲れてくると思うんで、こういう形にして、これなら寝転がってね、まあ、リラックスして、やることもできるし、通話中になんかメモしてね、紙みたいにメモしたりすることもあるし、パソコン利用してね、これでキーボード打ったりすることもあるし、なんか同時に作業も一緒にできたりするからね、まあこういう形で通話ができるようにしておいてもらった方がいいと思います。まあ一番ね、手軽なのは普通にアプリをインストールして、普通にこうやってやるのが一番手軽だけど、少し準備してね、こうやってイヤホン接続して、イヤホンマイク接続するとか、Bluetooth のレシーバーをつけてみるとか。これ有線のイヤホンだけど、それを無線にするのがこのね、レシーバーだよね。これイヤホンついてない、イヤホンじゃない、マイクがついてないイヤホンだけど、このレシーバーを使うことで、マイクもね、ワイヤレスで使えるようになるからね、スマートフォンに直接喋る必要はなくなるから。まあ便利だよね。だからこのオーディオレシーバーっていう機械、通話ができないものもあるけどね、マイクがついてて通話ができるやつを探して、使えるようにしとくとね、すごく便利です。私はこれ結構便利で使ってるけどね、外出するときもいつも、このオーディオレシーバーで音楽とか聞きながらお散歩したりしてます。スマートフォンに直接やらなくてもね、こっちからね。非常に便利です。通話するときはね、ちょっとそんな音質とか大して良くないけど、音楽聴くだけだったらね、こういうオーディオレシーバーとかで音楽聴くのは全然問題ない。すごく音質はいいと思います。ね、綺麗な音で聴けるので。安物買ってきても、そんなに音質が悪くなることはありません。よほどのオーディオマニアでない限りね、そんな音質にめちゃめちゃこだわってるとかそういう人でない限りは超安物の1000円ぐらいのオーディオレシーバーでも全然綺麗な音質で、ね、音楽聴けます。なので、スマートフォンでね音楽とか聴きたいという人はこういうのを使ってみるとすごくいいと思います。便利ですよ。はい、今日の実験は以上です。もう一つ、本当は実験ってことじゃないけど、これってね、三脚。これちょっと用意しておいたんだけど、これを、一旦ちょっと切って。はい。この三脚っていうかね、このスタンドだよね。こういうスタンドの類を買ってきて、これ100円ショップで買ってきたんだけどね。100円ショップで売ってたやつ。
それをこのスタンドにこのスマートフォンにくくりつけて、よいしょ。この楽天ミニは、このスタンドっていうか、このクリップのギリギリなんだよね。ちょっと緩いぐらい。この楽天ミニのスマートにカバーつけてあるんだけどね。そのカバーをつけて、どうにかこうしっくりはまるぐらいな感じなんだけど、これでちょっと通話してみる。通話つながりません。今呼び出し中なんだけど、これ。つながりません。まあ、こんな感じで、スカイコールつながらないことが頻繁にあるのよね。今呼び出してずーっと呼び出し中の状態だけど、全然つながらない。呼び出しがかからない。それぐらいちょっとね、不安定なアプリなんだよね。すごく不安定。その点がちょっとね、あ、つながりかけた。話し中です。はい。もう一回通話してみる。起きた。はい。これで、つながったので、またこっちのマイクに切り替えてみますよ。今はこの楽天スマートフォンのね、通話用の下の方にあるマイクから喋ってる音声です。で、ノイズキャンセルを無効にして、で、この状態だと、ちょっと離してね、この三脚に置いた状態、ハンズフリーとかね、これ画面見ながらこうやって、離れた状態で話そうとすると、この状態でもそこそこ音は拾ってるかな。ね、これをちょっとスピーカーフォンにした場合は、こんな感じ。スピーカーフォンに切り替えてみましたが、スピーカーフォンにした方がなんか音拾わないね。小さくなってるね、逆にね。あ。はい。スピーカーフォンにすると感度が悪くなるみたい。多分ね、スピーカーフォンにすると、この上の方にあるマイクから音を入力してると思うんだけどね。こっちが感度悪いんだよね、きっとね。下の方のマイクはそこそこ感度がいいから、今ちょっとスマートフォンと口元が離れてる状態だけど、まあまあ音は入ってると思います。今30センチぐらい離れてる状態だけど、この状態でも音は入ってるんじゃない。まあ、ただね、よくこう通話アプリとかで通話してて、なんか結構声が遠くなったりこもってしまって、ね、よく聞こえないっていう、そういうことがあるんだけど、まあその原因はこうやってちょっと離れすぎていたりね、マイクとの位置関係がうまくいってなくて声が入らないとかね、そういうケースもあると思うので、まあその辺とかまあうまく聞こえるように工夫してください。こうやって三脚使ってこうやって置いて、ね、テーブルの上に置いといて、この状態で喋れば画面を見ながらね喋ることもできるしね、まあイヤホンとか使わなくても喋りやすくなると思う。この状態でイヤホン接続してもいいけどね。はい。ということで、こういう三脚を使うっていうのも通話の時には便利だということです。だからこの三脚は、写真を撮影するとかそういう時だけに使うのが目的っていうよりは、こうやってね、ビデオ通話したり、普通に音声通話したりする時でも便利な道具なので、これも100円ショップ行って買って用意しとくと、通話の時に使えると思います、ね、これも用意してみてください。はい、じゃあこれ切って。はい、戻りました。はい、今日はちょっと見てる人には何のことやらよくわからない実験だったかもしれませんが、まあ実際にこういうアプリを使って通話してる時にね、なかなかこう、アプリの使い方に慣れてなかったりすると、
うまく相手に音声が伝わってなかったりすることもあるし、綺麗な音でね、伝わらなかったりとかね、雑音が入ってしまったりとか、こもってしまったりとかね、いろいろトラブルがあるので、通話開始してからだとね、パニックになってしまって、なかなかうまくできなかったりするので、事前にね、こういうの調べて、使い方に慣れておくといいと思います。今、マスク、ウレタンマスクね、コロナウイルスの、今このご時世にちょっと不評の、ね、ウイルスを防げないと言われているマスクですが、まあ、このマスク、ね、街中でしてるとちょっとね、白い目で見られそうなマスクなので、まあ私は普段もこれ使ってないんだけど、スポンジでできてます。ね、ウレタンマスクとか言うけど、スポンジね、スポンジ製のマスクですごく薄っぺらで、通気性のいい、快適なマスクです。通気性のいいマスクはね、要は効果がないんだけど、これを使うと、こう喋ってる時のノイズとかをね、例えばマイクとかに息が吹きかかるのでね、みたいな、そういうノイズを防ぐこともできる、そんなにね、効果はないんだけど、多少ね、マシになるぐらいな、それぐらい効果あると思うんで、こんな感じ。これも通話中に、ノイズが入らないようにする対策としてマスクをつけるっていうのも、まあ一つの工夫だとは思います。これで完全にノイズが防げるってわけでもないけどね。このマイク向かって吹いてみるよ。さっきと変わんないと思うけどね。まあこれ自体も、マイク自体もスポンジついてるけど、効果は一緒です。でこのスポンジとここにマイクについてるスポンジね。で、スマートフォンの場合はスポンジついてないから、息を吹きかけたりすると直接その音が入っちゃったりするわけね。特にこのオーディオレシーバーの場合は、このマイクの性能悪いし、ノイズが入りやすいんだよね。だから、こういうマイク使うときは、なんかこういうスポンジのマスクつけたりすると、ノイズが若干防げるかもしれない。そんな工夫をしてみてもいいんじゃないでしょうか。ね。ただ、マスクをつけると、ビデオ通話のときには相手の顔が見えなくなっちゃう。自分の顔が相手に見えなくなっちゃうので、せっかくリモートでやってるのにマスクなんかつけてたらね、リモートでやる意味もなくなるので、ビデオ通話するときには、できればマスクは外してくださいね。まあ、ビデオ通話、相手に顔見られるのが恥ずかしいとか言って、ね、マスクつけてする人もいるかもしれませんが、それじゃ本末転倒だからね。顔を見ながらお話しすることに意味があるわけだからね、ビデオ通話はね。今も、なんとなく分かったと思うけど、私がこうやってマスクつけてるときと、こうやって外したときでは全然印象違うよね。まあ、この口元から伝わる、こう、雰囲気っていうのもあるしね。まあ、できるだけね、ビデオ通話のときはマスクを外してください。ね。できるだけ照明つけて明るい照明の中でね、相手の顔がよく見えるように。そういう風にしてみてください。ちなみに今のスカイコールもね、ビデオ通話できます。音声通話とビデオ通話両方できます。逆にチャットはできないんだよね。スカイコール、スカイフォンもそうだけど、チャットはできないので、音声通話、ビデオ通話、できればビデオ通話やってみてください。料金は先ほどもあった通り、こんな感じですが、10ポイント10円じゃなくて10ポイント1分、1分10ポイント。ね、1ポイントが 1.1 円なので、1分単位で11円ってことになるよね。なので、ここに全部説明書いてありますが、1時間通話した場合は、600ポイント、括弧600円、2000円で約3時間の通話できます。ポイント通話、
利用してみてください。ポイントツアーに限り、占いの依頼以外もね、受け付けられます。まあ、要は、私そっちの方が実はメインなんでね。メインというか、料金を安くした理由、一番の理由なんだよね。占いって言うとちょっと構えちゃう人もいるし、占いはそんな好きじゃないとか、占いはしたくないっていう人もいると思うんだよね。でも、悩みがあって誰かに相談したい。悩みがあるかどうかすらもわからないけど、ちょっと誰かと話をしたいと。そういうような時に、要は命の電話とかね、悩み相談電話みたいな、そういうのと一緒で、とにかく気軽に電話できる手段として、このポイントツアー使ってもらいたいなと思って、料金安くしてます。まあ、限りなくゼロに近い状態だよね。なので、占い以外でも、ね、なんか相談したいという時には、ポイントツアー使ってください。まあ、そういう意味で、ポイントツアーね、今やってるので。まあ、ぜひ利用してください。そんじゃ、今日はここまでということにしておきます。この後は、もう時間ちょっと過ぎましたわ。3D 仮想世界、セカンドライフの方で、無料占い受け付けてます。占いしたい人は、こちらに来てください。で、スマートフォンの人は、セカンドライフに来れないので、ディスコードでも無料占いをやってるので、ディスコードの方に来てください。では今日はここまで。また遊びに来てください。おやすみなさい。さようなら。